どうも、身勝手の極意を極めた PDR さんです。もしくは70歳のおじいちゃん。やってまいりましたフィッシャーズと失われし青き秘宝レビューシリーズ。これシリーズなのここまで来たらもう全部レビューするしかないでしょう。全部レビューしてほしかったらぜひ高評価お願いします。このドレム高評価こじきが。本当は4連休の間にこの動画を出す予定だったんですけど、なんで出さなかったの見ようとしたらすげえ気分が悪くなっちゃって。 マジか。でも心配しないでください。1時間10分かけて、この14分の動画を見ました。もうやめとけって。始める前に、これはあくまで PDR さんの個人的な意見なので、ご了承ください。ね。ドマドマの皆さん。今回は第3話を見たんですけど、第1話、第2話に引き続き、クソつまんなかったです。 第3話で急に面白くなってたらビビるわ。第1話がスターウォーズファントムメナスで、第2話もスターウォーズファントムメナスだったら、第3話は、ファントムメナス最後のジェダイ。ってことは、ハイライトちょっとあって、基本的にはこれいつ終わんのいつ終わんのまだまだ終わんないのいつ終わんのこれみたいな感じその通り。<laughs> でも皆さんが見なくていいように第3話をまとめました。美しい島を荒らしたフィッシャーズは、ニコール・キッドマンの宝を探すために別の美しい島を荒らしに来ます。 船を降りたフィッシャーズはプロデューサーに第1話と第2話があまりにもつまらないから説教される。相棒あったまあ軽く説教されるんですけどなんか段取りが悪いとか行き当たりばったりでノープランで野宿とかしたから今回は宿を用意したと。でも実際に宿に泊まる理由は台本にそう書いてあるから。 宿に移動、到着、宿へ宝探しのガイドさんと会う。ガイドの中川さんはフィッシャーズを見た瞬間にこの仕事を引き受けたことを後悔。ステーキハウスビーザーキッドの宝を探してるんですよ。うわぁ、またこれかよ。この話何回聞いたことか。そして名前が思い出せないフィッシャーズのメンバーがこの発言。ここまで辿り着いてる人いるんだ。前の島で出版されてた明らかに偽物の本に書いてあったから辿り着く人いるに決まってんだろ アイボ落ち着いて彼は台本通りにやってるだけだから。宝は洞窟にあるかもしれないけど、すごい危険だよ。死ぬかもしれないんだよ。やめた方がいいと思う。これフェイク宝探しドキュメンタリーなんで大丈夫っす。はぁ、あ。じゃあ明日の朝出発ね。そして次の日カヌーで出発。産んだほ、ケツでかいからボート。アイボいや本人がそう言ってたんだよ。僕だけ、お尻がカヌーに入らずボートに。ああ。 そうなんだ動画を少しでも面白くしようとしてうんだほわざと転覆ボートに戻るのに約1分尺が足りなかったんだろうなジャングル到着うんだほはまる木穴あるから気をつけて穴は映されないし誰も落ちないカットしろよ洞窟到着洞窟に入るうんだほ通れない終わりうんおう。 どうして注目を浴びようとするんだこのサソリさん、このカニさん、そしてフィッシャーズを見たときの中川さんの絶望的な顔、もうちょっとだけでもいいから、何かないの。うんー、いいことかわからないけど、体を張って、このクソつまんない企画を面白くしようとする生んだほ。 ペケたんがいないフェイク宝探しドキュメンタリーなのそれとも YouTube 動画なのどっちでありたいの前回よりちょっと抑えめになったんですけどそれのフィッシャーズは当たり前のことしか言わない着いたー<ー>着いた着いた迷ったら出てこれないホントに<ー>出てこれないって怖っすごいねこの景色うわすげえおっめちゃまった<ー>めちゃまったそしてこけたりする産んだ方を除くと何も起きない 今回、産んだ子に頼りすぎだろう。やらせなんだから、爆発を起こしたり、穴に落ちたり、毒蛇に噛まれたメンバーの足を余儀なく切断したりできるだろう。いや、最後のやつ無理だろ。でも、ちょっと見てみたいかも。これ、テレビ番組だったらもう打ち切りを考えてると思うよ。現に再生数。第1話はずっと無料だったし、めっちゃ宣伝した効果もあって、1000万超え。第2話、120万。そして第3話、65万。順調に下がってるな。YouTube 様、 もしこれを見てましたら、また YouTube プレミアムシリーズを作ろうと思ったら、その予算を恵まれない人たちに寄付して何も作らないでください最後に皆さん、もし家族が人質に取られて、このフィッシャーズ YouTube プレミアムシリーズ、フィッシャーズと失われし青木秘宝第3話を見なかったら、家族は皆殺しだって言われたら、もちろん家族を見捨てましょう。じゃ。<music> ののレビューもしかしかたら半年後ににななる可能性ががありますねちょっと心の準備に時間が必要なんで誰も聞いてねえよといえば !PDR さん T シャツ絶賛発売中ですメタル風ロゴとこっちのより T シャツの2種類がございます今日もやる人は下のリンクから飛んでってください !PDR さんの LINE スタンプもよろしくねチャンネル登録よろしくお願いします打倒フィッシャーズシマジロー絶対無理だ よかったらベルルルボタンは回リして、のなんかもう逆にすごいですね出だしからつまんないからこれ以上つまんなくはならないだろうなと思ったらさらにつまんなくなるって本当、作った人マジ才能ですね本当に。いや次はもっと楽しいことやりたいですね。はあ。あと前回の動画と昨日うごようこチャンネルでも動画出したんでぜひぜひチェックしてくださいでは。